SBI アセットマネジメントから素晴らしい投資信託が大量に販売されます。節約マスクのお金の話。こんにちは、カオルです。2024年から新NISA が始まるので、各社信託報酬の引き下げを行ったり、新しい投資信託を設定したり、競争が激しくなっています。そんな中、 SBI アセットマネジメントは11本の低コストな投資信託を設定することを発表しました。このラインナップがかなり良かったです。この前、こんな投資信託が欲しいんだっていう動画を出して、皆さんの意見も書いてもらったりしたんですけど、そこで話に出たような投資信託もいっぱい入っていました。今日はちょっと興奮を抑えながら SBIV シリーズの方の5本をサクッと紹介していきます。一つずつ紹介する前に、今回の新ファンドすべてにおいて共通する部分をお話ししておきます。まずファンドの設定日は2023年6月8日です。そしてすべて信託報酬は 0.0638% で、それに投資対象の米国 ETF、ETC の経費率を足したものが実質的な信託報酬となります。このあたりは既存の SBIV シリーズである SBIV S&P500 とかと全く同じですね。例えば一番上の SBIV 米国増配株式インデックスファンドは、投資先である本家 VIG の経費率が 0.06% なので、 0.0638% と合わせた 0.1238% というのが実質的な信託報酬になります。もちろん売買手数料なしで信託期間は無期限です。販売会社は有価証券届出書で確認した段階では SBI 証券しか記載がありませんでした。既存の SBIV シリーズも銘柄によってちょっと取扱いがある証券会社が違っていたりするので、どうなるかはちょっとわかりませんけど、できるだけ多くの証券会社で取り扱ってくれるとありがたいなと思います。あとは SBI iShares ゴールドファンド為替ヘッジありだけ為替ヘッジがありで、あとは全て為替ヘッジなし、つまり為替の影響を受ける商品になります。ではそれぞれを見ていきましょう。1つ目、SBIV 米国増配株式インデックスファンド。米国 ETF である VIG に投資するファンドです。VIG というのは、米国株の中から連続で10年以上増配している銘柄だけで構成されている時価総額加重平均型の指数に連動する米国 ETF です。私自身870万円分くらい保有していますし、この YouTube を始めた2020年から動画で紹介していたりして、結構推している ETF でもあります。 ETF についての詳しい内容はこちらの動画を見てください。 VIG の設定日からの成績を S&P500 と比較してみましょう。米国の優良株の集まりなので、基本的な値動き自体はほとんど同じです。ただ一番悪かった年で S&P500 がマイナス 37.02% になっているのに対して、 VIG はマイナス 26.69% で収まっています。 S&P500 と近いリターンを期待できて、リスクを下げてくれる可能性が高いのが魅力だと思います。2つ目、 SBIV 先進国株式除く米国インデックスファンド。米国 ETF である VEA に投資するファンドです。VEA というのは、アメリカを除く先進国の株式市場の大型株、中型株、小型株で構成されている時価総額加重平均型の指数に連動する米国 ETF です。アメリカでもめちゃめちゃ人気がある商品で、個人的にはこれはすごくいいチョイスだったと思います。いやいや、先進国株式市場からアメリカを抜いちゃったら、ハンバーグ定食のハンバーグ抜きみたいなもんでしょと思うかもしれませんけど、米国株は投資できる投資信託がすでにたくさんありますよね。 S&P500 に連動する商品、全米株に連動する商品、高配当株指数に連動する商品、ナスダック100に連動する商品、レバレッジのかかった商品、もちろん個別株を選択することもできます。メインのハンバーグは自分好みのサイズとか味付けとかチーズをトッピングしたりとか、オリジナルで用意する前提で、それ以外のものを揃えて提供してくれるのがこの商品なんです。ちょっと前に楽天が VXUS っていう全世界株式からアメリカを除くファンドを設定しましたけど、それの先進国株式版がこの SBIV 先進国株式除く米国になります。
この商品があれば、今まで米国株ばっかり投資してきたけど、これからはバランスよく先進国も混ぜたいなと思った時にめちゃめちゃ便利ですよね。今までハンバーグばっかり買いまくってた人間が、ご飯とサラダが欲しいなと思った時に、追加でハンバーグ定食を買ってもバランスが良くならないじゃないですか。いや、これ以上ハンバーグはいらねえんだよみたいな。ハンバーグ以外のものがセットになった商品があるのは本当にありがたいので、これを低コストで出してくれたことに感謝します。しかも、今まで先進国株インデックスの主流だった MSCI 国債と違って、日本も含む指数になるので、米国株のバランスだけ考えれば、ちゃんと先進国株を低コストで揃えることもできます。VEA の設定日からの成績を S&P500 と比較してみましょう。世界の株式市場を引っ張っているアメリカを除いているのでかなり弱いです。2007年からの期間で S&P500 が 3.92 倍になっているのに対して VEA は 1.55 倍にしかなっていません。直近のリターンとリスクは米国株の方が優秀だったのを理解した上で地域を分散させるために購入する商品になります。3つ目、 SBIV 米国小型株式インデックスファンド。米国 ETF である VB に投資するファンドです。 VB というのは米国株式市場において時価総額が下位 2% から 15% の投資可能な企業で構成されている時価総額加重平均型の株価指数に連動する米国 ETF です。 VB の設定日からの成績を S&P500 と比較してみましょう。小型株はパワーがあるので S&P500 ともかなりいい勝負をしていて、2010年代とかは結構大きくアウトパフォームしていますね。ただ値動きリスクはやっぱり S&P500 より大きくなってしまうかなという感じです。個人的にはそんなに使い道は思いつかないんですけど、2010年代とか直近だと2020年の終わり頃から2021年の前半くらいにかけて小型株のブームがありましたよね。そういう時に狙っていったり、今まで大型株しか投資していなかったけど小型株効果も取り込みたいなという時に役に立つんじゃないでしょうか。4つ目、 SBIV 世界小型株式除く米国インデックスファンド。米国 ETF である VSS に投資するファンドです。 VSS というのは米国を除く全世界の小型株で構成されている時価総額加重平均型の株価指数に連動する ETF です。さっき紹介したのが米国の小型株の集まりだったので、これを合わせて購入することで全世界の小型株に投資が可能になります。 VSS の設定日からの成績を S&P500 と比較してみましょう。当然こちらもアメリカを除いた指数なのでリターンは低く、リスクは高くなってしまっています。一番上昇した年のリターンは S&P500 を大きく上回っていて、やっぱり小型株の爆発力があることはわかりますね。5つ目、 SBIV 新興国株式インデックスファンド。米国 ETF である VWO に投資するファンドです。 VWO というのは中国を含む新興国の株式市場における大型株、中型株、小型株で構成されている時価総額加重平均型の株価指数に連動する ETF です。新興国株のインデックスファンドだと今までも楽天とか eMAXIS Slim シリーズにあったので、ちょっと今更感はあります。ただ信託報酬は一番安いので、今後新興国株に投資したい人にとってはいい選択肢ができたんじゃないでしょうか。そしてこのファンドと2番目に紹介した SBIV 先進国株式除く米国と既存の SBIV 全米株式を組み合わせることで、自分でアメリカとアメリカ以外の先進国と新興国の比率をコントロールした全世界株式を編成することができます。しかも実質的な信託報酬は SBIV 全世界株式よりもちょっと安くなります。まあ、コストはミクロな差なので、それを目的に3つのファンドを買う必要はないと思います。でもこの3つが揃ったことによって、米国株1本でやってきたけど全世界株もしくは先進国株に投資したくなってきたっていう場合だったり、逆にこの3つに投資することで全世界株に投資をしていたけど新興国株を外したくなった、もしくは先進国株を外したくなったという場合にも対応できるようになります。 SBA アセットマネジメントはかなりそれぞれを組み合わせることを考えた上でラインナップを決めたんじゃないでしょうか。
では、VWO の設定日からの成績を S&P500 と比較してみましょう。当然ですけど、S&P500 には大きく劣っています。2000年から2009年くらいまでの米国株の暗黒期は新興国株がブームになっていたので大きくアウトパフォームしています。こういう時代が来る可能性も考えたら新興国株への投資ももちろんありだと思います。SBIV シリーズだけでも結構テンションが上がるラインナップなんですけど、SBI iShares シリーズもかなり面白いです。V シリーズが株式だけなのに対して、iShares シリーズは債券とゴールドです。株式と組み合わせてリスクを下げたい人は、一番欲しかったようなファンドが登場してくれたんじゃないでしょうか。ただ、私は基本的に資産運用は株式と現金だけでもいいという考えです。そして、株式も米国株、先進国株、全世界株から好みで選んで設定したら、あとは余計なことはしないで収入を増やすことに集中した方が資産は増えるとさえ思っています。VIG はもちろんおすすめの投資先ですし、自分好みの比率を考えて全世界株を構成するのも面白いとは思うんですけど、それはある程度自分の頭で考えて投資をしたいという人がやればいいことです。投資のことは何も考えずに放置しておくだけなら、長期インデックス投資の王道の3本から選んでおくことをおすすめします。以上、新規設定された SBIV シリーズを紹介させていただきました。このチャンネルでは節約とか投資とかお金に関するお話をいろいろとしています。一緒にお勉強してくださる方は他の動画も見ていってください。最後までご視聴していただきありがとうございました。